今日の試合、感情の振り幅がジェットコースターすぎてちょっと魂抜けましたわ。はいどうも、メンタスコーラとナードルモノでございます。本日もね、DeNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それではよろしくお願いいたします。今日もね、デーゲームで首位巨人がね、ヤクルトに勝利いたしましたので、なんとしてもね、首位巨人に食らいついていくために今日の試合もね、勝ちたいというゲームだったんですけども、結果を申しますと10対8で中日に負けたということになりました。まずね、最初にね、もうすごいゲームだったなと、その一言にね、尽きるかなというのは思います。両軍合計して30安打ですよ。いや、久しぶりにね、ハマスタでこんな試合を見れたなという感じでして、本当にね、すごいゲームだったかなというのは思います。ということで、いつも通りね、代打や守備交代を見ていくんですけども、本日もいつも思ったことを言っていくんですけども、今日はね、今日の系統について少しお話の方をさせてもらおうかなと思います。それで打順の方から見ていきます。こんな感じになっております。そうですね、今日はね、1番にセンターで桑原選手を入れてきました。そして今日はテストということで、ロペス選手とソト選手を逆にしてきました。3番ロペス選手、4番ソト選手という形を取ってきました。で、先発ピッチャーで今永選手を8番という形で、他は変わっておりません。ということで、1番の桑原選手から順番に見ていきます。今日ね、久しぶりの桑原選手スタメンだったんですけども、5打数の1安打ということで、見事ね、タイムリーヒットを打ってくれて、今日ね、スタメンバッテリーでしっかりとね、アピールをしてくれました。今後もね、調子っていうのをね、引き続き保っていってほしいですね。カービジュタ選手と切磋琢磨して、センターのね、レギュラー争いというのをもっとね、激化させてほしいかなというのは思っています。今日もね、2番に入って筒香選手だったんですけども、5打数の2安打、ホームランが2本、打点5ということで、今日もね、素晴らしいね、活躍をしてくれました。スリーランホームランとね、ツーランホームランを打ってくれて、今もうね、ハイパー通合選手と言ってもいいほどの、いい状態に入っていますので、この状態というのをね、しっかりとね、2番でね、キープしていってほしいかなというのは思います。レロペス選手が5打数の2安打、トゥス選手が5打数の2安打、1ホームラン1点ということで、今日ね、久しぶりのホームランを打ってくれて、これでね、30号ホームラン到達ということになりました。おめでとうございます。どうなんですかね、今日ラミレス監督テストということで、3番ロペス選手、4番ソト選手の形を取ってきたんですけども、明日もね、この形続きでいくんですかね、ちょっとそこは気になります。で、昨日のね、ヒーロー、イテオルギア選手が5打数の1安打ということで、2打席目の当たりもね、京田選手のファインプレーでしたので、とてもいい当たりでしたので、本当にね、今日もね、いい結果を残してくれたかなというの思います。で、6番の細川選手が3打数の2安打ということで、非常にね、今日いい結果を残してくれたかなというのは思います。明日はね、ヤクルト右のブキャナン選手が先発ということなんですけども、対左ではないということで、細川選手とね、伊藤幸也選手にも言えるんですけども、どちらのこの両選手もね、スタメンで起用するんですかね、少しそこのところも気になります。で、三重選手が3打数の0安打ということで、今日は攻守にわたってあまりいいところがありませんでしたね。あの趣味なんですけども、結果的にはね、失点には繋がらなかったんですけども、ちょっとね、いただけない守備でしたので、ちょっと反省してほしいかなというのは思います。で、今永選手が1打数の1安打、で、山田選手が3打数の2安打ということでした。続きまして、代打守備交代を見ていきます。こんな感じになっております。で、斉藤選手の代打で壁田選手が1打数の0安打、三重選手の代打石川選手が1打数の0安打ということでした。守備交代は、細川選手の代わりに音坂選手がレフト、音坂選手の代わりに壁田選手がレフト、三重選手の代わりに山本選手がキャッチャーに入りました。はい、続いてね、投手リレーの方を見ていきます。こんな感じになっております。今日はね、今永選手が5回を投げて3失点ということで、とてもね、今日状態悪かったんですけども、悪いなりにね、よくまとめてくれたかなというのは思います。で、武藤選手が 0.1 回を投げて4失点、藤岡選手が 0.2 回を投げて2失点、飯塚選手が1回を投げて1失点、斉藤選手が1回を投げて0失点、国吉選手が1回を投げて無失点ということでした。今日のね、投手リレーについて少しお話の方をさせてもらおうかなと思います。そうですね、まずね、今永選手を変えたことなんですけども、5回でね、今日今永選手を変えたんですけども、球数が89そこらということで、まあ、まずこの変えたことは悪くはないかなというのは思います。まあ、なぜかというと、今日非常にね、今永選手状態悪かったので、まあね、ここでね、変えるっていうのは、まあ、当たり前かなというのは僕は思います。まあ、その後に武藤選手を出したことについてなんですけども、まあ、ここまでね、防御率1点台ということで、武藤選手ね、非常に頑張っていて、最近ではね、6回と早い段階で勝ち程度にもね、入ることになってきましたので、武藤選手もね、出したっていうことは全然悪くないかなというのは思います。まあ、結果的にね、今日武藤選手が全然という形で打ち込まれたという形になったんですけども、まあ、その後にね、藤岡選手控えたっていう采配なんですけども、まあ、これもね、まあ、悪くはね、ないんじゃないかなというのは思います。まあ、なぜかというと、まあ、武藤選手がダメだった、じゃあ代わりに、ね、誰を出すかというなってくるんですけども、まあ、藤岡選手以外ね、あまり人がいないですよ。
まあ、国吉選手やね、三島選手を出してもいいんですけども、まあ、それをしてしまうとね、投手ね、国士という形になってしまいますので、今日の、ね、試合ね、やっぱ勝ちたかったんですけども、まあ、昨日ね、2つの中日戦、試合を取っていますので、まあね、投手をね、温存したかったっていうね、ラミレス監督の意図はわからんでもないですし、藤岡選手にね、書いたっていうね、ことがね、全然良かったんじゃないかなというのは僕は思います。でもね、その後がね、問題かなというのは思っていまして、結局ね、クイーンの選手を出したんですよ。僕はね、今日の試合、飯塚選手2イニングプラス斉藤選手ね、1イニングで終わってほしかったかなというのは思うんですけども、まあそういうね、やつをするんだったら、まあちょっとクイーンの選手もね、温存、してほしかったかなというのは僕は思いました。武藤選手も、藤岡選手もね、ここまで防御率1点台ということで、非常にね、頑張っていましたので、皆さんね、もうぜひね、誹謗中傷っていうのはね、やめていただきたいかなというのは思います。この動画でもね、ぜひそういうところやめてください。まあ今日の試合ね、なんとしてもやっぱ勝ちたかったんですけども、まあ、終盤にね、粘りと言いますか、まあ明日にね、つながる攻撃っていうものが見れましたし、明日はね、久しぶりの、まあ、東選手が一軍ということで、なんとしてもね、明日からのヤクルト3連戦、頑張ってね、取っていきましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。Twitter のフォローもよろしくお願いします。ということでね、終わっていこうかなと思います。それではお疲れ様でした。それではバイバイ。いまだくはくらりつけ、燃えろガッツメン。突っ走れどこまでも勝利及ぶ男、かっ飛ばせ桑原。